みなさんこんにちは2018年デルジョンタッケンスマート合格講座権利関係第1回講義を始めたいと思います担当はレック専任講師の友次ですどうぞよろしくお願いしますさて始まりました えー、スマート合格講座ですけれども、こちら1回20分の講義になっております。で、その代わり回数が、まあ多くてですね、権利関係で30回、えー、他権業法で30回、それから法令上の制限税その他で30回、合計90回かけてインプット、まあ解説のところをやっていきたいと思います。 でこちらですね、使用するテキストはこちらの、デリジュン・タッケン氏合格テキスト。今は権利関係ですので、第1巻、権利関係編の方ですね。こちらの方をご準備お願いいたします。はい、プレゼンター移映し出しますかね。こちらの、あら、本ですね、プレゼンターにならない。はい、えー、こちらのところを、えー、ご覧ください。デリジュン・タッケン氏合格テキストですね。こちらの方を使ってやっていきますので、ご準備の方、よろしくお願いいたします。 まあ、適宜講座の中でも映していきますので、まあ、あのスマホとかそういうところでご覧の方はですね、まあ、この画面で、えー、見ながらもできるようにはしておきたいと思いますけれども、まあ、テキストあるのが一番聞きやすいと思いますので、えー、こちらの方もご準備のほどお願いいたします。さて今、えー、今回からですけれども、えー、今日は、まあ ガイダンス的なものそれをやってから最初の契約の成立のところですねそこまでを見ていきたいと思いますけれどもまずはこちら序章のところですねはい序章超合理的合格法ガイダンス、えー、こちらのところ1ページのところですねこちらのところから見ていきたいと思いますはいまず こちらの超合理的合格法ガイダンスというところまあ見ればわかるところに関してはちょっとスルーさせていただきたいのですがまず5ページのところをご覧ください5ページのところを見ますとですね科目ごとの出題数と得点目標というふうに書かれておりますはいテキスト5ページのところ上の方ですね各科目ごとの出題数と得点目標まず権利関係まあ今回この 30回やるやつですねこちらはデルジョン宅建師第1巻に載ってる部分でこのテキストの中の範囲から14問出題されていきますそれから宅建業法こちらデルジョン宅建師の第2巻目の方ですねこちらから20問。 それから法令上の制限税価格の評定、まあ、免除科目こういった、えー、部分がですねまあ法令上の制限が全部で8問税法価格の評定が3問それから免除科目が5問という形の合計50問出題されていくということになるわけなんですが。 まあ、まずは権利関係のところからお話をしていきたいと思いますまあ、業法やね法令上の制限のところに関しましてはまた業法のガイダンス法令上の制限のガイダンスのところでお話ししていきたいと思いますまずは今日は 権利関係のガイダンスですので権利関係のところについてお話ししたいと思います全部で14問出題されます全部で14問出題されるんですがまあこの中で得点点目標が9点という,ふうに書かれておりま,すまあ半分よりちょっとぐらいは取れてほしいなというのがまあこれがですね例えばええー、業法ですと20問中18点。 法令上の制限だと8点中の7点結構高得点が要求されてくるんですが こちら権利関係に関してはそんなに高得点というところまでを要求はされていないということまずここはちゃんと認識を持っておいてください。でどういうことですかっていうとこれ14点中の例えば13問取ろうううととといいもう本当に1年では足りないと思います、えー、そのぐらいにまあ取材も広い分野から出ますし結構深いですしまあなかなか全部やろうとすると大変なんですね。 で全部やろうとすると大変なんですけれども例えばじゃあこの14問中9点ぐらいを取れるというレベルにまで仕上げようとすると1年で十分間に合っていきます。で,そしてそれで合格できますですのでこの14問中、まあ、9点前後これをまずは、えー、権利関係のとところでは意識ししながら勉強てていっていいいいったただきういいうふうに思いますそれからこの権利関係どういう分野が出てくるんですかっていうのが8ページのところにございます。 八ページ権利関係の全体構造というところをご覧ください権利関係の分野は十四問出題されていますその内訳は例年民法が九問から十問借地借家法が2問から3問建物区分所有法が0問から1問不動産登記法が一問という風うになっていきますとまあ 大抵民法が10問で借地借家が2問で建物区分が1問で不動産登記1問というパターンが多いですけどねはね、い、まあ何問から何問ってところはちょっと年によって変動があるんですけどもまあ大抵今言った民法10問、うんえー、借地借家2問、うん、建物区分1問不動産登記1問っていうのがまあノーマルな形になりますね。でこちら 民法等の分野は内容的には面白くついつい時間をかけて勉強してしまいがちですがあくまで守りりりの分野と割り切ってあまり時間をかけすぎないように注意すする必要がありますとなぜなら権利関係の分野は頻度の高い問題が出題されやすく他の分野に比べて点数が伸びにくいという傾向が強いからですというふうに書かれておりますね。 まあちょっと今読んでみましたけれども結局のところですねまあなかなか内容も面白いところがあるんですよで面白いところがあるのでなんかこれ面白いぞって言って結構そこに勉強集中してしまって、まあ、気づいたら行法と制限の勉強がほとんどできてないまま試験会場に行ってしまったっていう悲劇も起こり得るんですねですのでこの権利関係については深入りしないことっていうのはまず絶対条件だと思っておいてくださいもうここを深入りしてしまうと終わりです ただ逆にですねあまりじゃあ権利関係ってやんなくてもいいんじゃないのってそれもちょっと違うんですねこれもちゃんとやっとかないといけないっていうところもやっぱり出てきますでですねこちらまあ最初ですのでちょっといろいろお話ししたいところもありますのでお話しておきたいと思いますけれどもまあよく言われるその先輩ね受かった先輩からの意見ねというところでよく言われるものとしてはですねまあ 結構言われるのは「他県はまあ12か月ちょろちょろっと勉強すときはあんなん取れるんだよ」っていうふうにまあ言う方もいらっしゃいます。で まあこれをおっしゃる方はですね、まあ可能性としては2つです。えー、まず1つはですね、まあ、本当にガチで頭が良かった方ですね。例えばもうね、えー、法学部とかを出て行ってですね、他の法律の勉強をちゃんとやっていてで、うんそれでじゃあ卓見受かるために卓見独自のものを最後に詰め込もうかな。 っっていうんんだったら1 2ヶ月あれれば、まあ、なななとかなるかるもしれないですそのいわゆる権利関係の勉強とか全部終わっていてね、えー、で他の法令とかも大学の法学部で結構つまみ食いしていてとか、えー、そういう状況であればまあ12か月でもいくんじゃないんですかただレアですねただレアですあんまりないと思ってくださいであともう一つ、えー、この発言をする方の特徴多分20年ぐらい前に達検受けた方なんですよ そう昔はそうだったんです実際問題昔は宅建そんんななに難しくなかったんですねやはりまあそれこそその今の発言の通りですよえー、12ヶ月ぐらいしっかり学習していけば取れるっていう時代も昔は確かにありましたただ今の達検試験はもうちょろちょろっと勉強するでは受かりません そんなに生やさしい試験ではやっぱりないですですのでまあちょっとね宅検なんてそんなねちょろちょろっとやるやちょろちょろっと取れるんだよっていうその発言を鵜呑みにするのは少しばかり危険かなっていうところはありますね。そしてもう一つ先輩方からこういうふうに言われましたと。それは何ですかっていうとね限 ここで点数取っちゃえばそれで構わないんだから権利なんてね捨ててもいいんだよっていう風にまあアドバイスされた方もいらっしゃるかもしれませんこれも危険ですでこの発言をしていらっしゃる方はおそらく2014、2015年ぐらいに受かってる方かと思いますね2013、14、15ぐらいですかねはい その時代は権利関係がまあ本当に難しくてですね。これはもう勉強したからって取れるわけではないよねと。で、14問あるんだから適当にね、全部3とかつけておけば、まあ3、4問は合うんじゃないのっていうね、そういう時代もまあ何年かはね、あったっちゃあったわけですよ。ね。ただ2016年、この時にですね、結構 また基本問題にすっと減、まあ、ていうんですかねししてきましたですので2016年はその発言を鵜呑みにして権利はいいやーっていうふうにやった人がまあ片っ端から落ちてしまった年ではありますね。ですのでまあ何て言うんですかねその これが1年だだけのもののもったのかそれからこれから先も続くのかというところが注目されての2017年の問題だったわけですけども2017年もうんまあ2016年よりは多少ちょっと厳しくなった感はありますけれどもでもちゃんと勉強しておけば先ほどのその目標点はは困難ででで、ないんですねで受かってる方はやっぱり9点10点取ってきてます2017年の問題で。 とするならばその権利関係を捨てるっていう学習は今のこの23年の宅見試験を考えてみると絶対避けた方がいい部分ではあります。というよりもまあなんでですねまあちょっと最初ですからいろいろ喋っておきたいんで何で2016年権利関係の問題をあそこまで優しくしたのかっていうところもちょっと考えてみてほしいんですよ。 なんでだと思います。そう、まあそれこそ2014、2015あたりにやっぱりいろんな方が言っちゃってたんですね。権利関係しかとしても業法と制限で取ればなんとかなるよっていう風に、まあそれが結構世間でいろいろな人が言うようになってしまったんですよ。で、そうすると、そう勉強しないで受かってしまうっていう事態が起こり得るわけですよ。 そうすると、やっぱり試験を実施する団体として考えてみてください。試験を実施する団体で考えてみますと、ね、捨てて合格するような人に、ね、でしかも民法のルールも本当に全然分かってないっていう方に、合格証を渡せるかって話になってくるわけじゃないですか。なので、いきなりそれ原点回帰してきたんだと思います。つまりですね、例えば世間で、 こういういいいに勉強したらいいよっていうやり方っていうのは結構あると思いますけれどもそのやり方が例えば楽をするためのものであってそしてそれが試験の実施団体が聞いた時にですね「いやちょっとそれはやめて」っていうふうな学習法である場合には必ずそれに反する問題作ってくると思ってください。 なので、これから1年間勉強するにあたって、まあ、1年あるかどうか分かりませんけどもどの段階で聞いてらっしゃるか、まあ、あと半年って方もあと4ヶ月ぐらいって方もいらっしゃるかもしれないんでちょっといつ聞いてるかわからないんですけども、まあ、これから始める卓球の勉強の中で楽をしていくためのやり方っていうふうに習ってくるものであればあまり聞く耳は持たない方がいいかもしれないです。 それ試験実施団体が聞いたらそれはちょっと「えー、ふざけるなよ」って言ってそれに反する問題を出すことは十分考えられることですからね。えー、ですのでちょっとこれから勉強を始めるにあたってそのところは意識しながら学習をしておいてください。これは本当にまあ初めの段階に言っておかないとなかなかね、えー、通じないところではあると思うので今のうちに喋っておきたいと思います。はい それではですね本日は一番最初のところですねまあ、契約のところでございます、えー、テキストで言いますと13ページから16ページの途中のところまでですねまあ、合格ステップは一番のところだけでございますけれどもこちらのところを本日は触れていきたいと思いますまあ20分しかないので毎回毎回そんなに多くの論点というものは触れられませんけれども 必ずそこで触れたものに関しては覚えるっていうぐらいの気持ちを持って聞いておいてくださいで1回20分ですからまあ2回3回聞いてもそんなに負担にはならないでしょうしえー、なかなか覚えられないよと思ったら複数回聞くっていうところも視野に入れながら、まあ、聞いていただければなと思います。まず本日はテテキススト16ページ合格ステップのの契約の成立っていうところを、まあ 皆さんに頭に入れておいていただきたいんですがこちらを説明する前にですねはいこちら14ページのところをご覧ください契約っっってててどうううやって成立すするんんででしょうかっていうお話なんです例えば売りたいって思う人がいました買いたいって思う人がいました売りたいというふうに思った人がですね「えー、この家を1,000万円で売ります」というふうに言いました。 そして買いたいと思った人がですね、この家を1000万円で買いますっていうふうに、えー、承諾しました。この瞬間に契約というのは成立していきます。よろしいでしょうかね。売り主が売りたいというふうに思い、それを売りたいというふうに言った場合、そして買い主が買いたいと思ってそれを買いますというふうに言ったこの時に契約は成立をしていきます。 よろししいでしょうか、ね、まあ契約って約束みたいなものですから、えー、お互いの意思が合致した時にはい売買、えー、契約は申し込みと承諾の2つの意思表示が合致することによって成立しますつまり売り主も売るとね買い主も買うと、えー、言った瞬間に契約というものは成立をしますそしてこの瞬間に契約が成立したので契約書の作成というものは別に はい、法律上売買契約が成立するためには契約書の作成は必要ありません。 別に契約書を作らなくても売買契約というものは成立しますだって考えてみてください例えば契約ってね難しい言い方してるかもしれないんですけども皆さん日常でやりますよね例えばコンビニでね,ねガムとか買うんだってやっぱり一つの契約じゃないですか、えー、例えばね、えー、売り主がね、えー、コンビニさんがですよガムを売るぞと思ってちゃんと商品を陳列してるわけじゃないですかで我々が買うぞって思ってレジに持っていくわけじゃないですかその瞬間に契約というものは成立するんですそこに契約書 作成ななんかいらないらですよねコンビニ行ってレジ行ったらね「ねいらっしゃいませ」って言われた瞬間にですよ「えあそれでは、えー、契約書の方をこれから作成させていただきます」みたいなね例えばねこの度、ね、何とかコンビニエンスストア以下こ,こうとする「とじ、ね」は「お、え、つ、ーね」かっこね「ともつぐ正広」「とじと、ね」と、えー、ガム一個に対する売買契約を締結したとかって書類書きませんよね普通に考えて。えー 一個だととひどいいレシートもももららわわない場合なんてあっててりますすすからねそれでで契約って成立するわけですつまり契約書というものはあくまでこの言った言わないで揉めてしまった時のためにまあ勉作っておいた方がいいんじゃないのっていうふうに捨てるだけの話であって作らなければいけないというものではないんだっていうことまずここをしっかり押さえておいてください。 もちろんこれから勉強を進んでいくと例えば保証のところとかをやっていくとですね、えー、保証契約に関しては、えー、書面でやらなないいいとと効力を生じないとかいう例外みたいなものはあります例外はありますけれどもまずその例外を学ぶ前に皆さんは原則を学んでほしいんです原則があってそして例外があるわけですで本日はこの原則のところ言いたいわけですね契約書これは必要ありませんいいですか 契約書の作成は必要ありません。これが原則です。いいです、ね、で、この契約書は必要ありません。という。この知識はい。これが合格ステップ、えー、こちらのところにまとまっております。テキスト16ページですね。はい、契約の成立契約は原則として意思表示の合致によって成立し、契約の成立には書面の作成は必要ではないと。 いう,ふうに書かれてますねこの合格ステップのところにですね本当に覚えてててしいい大事なところっていうものが書かれておりますですのでこの合格ステップに書いてある内容はまず押さえておきましょうでその合格ステップの中でも例えばランク A ランク B ランク C というふうになってますその中でもこれランク A でございますね。でここの部分はダイレクトに出るかっていうとまあそんなにダイレクトに出題される部分ではないんですけれどもね。ただ昔はそう ねまだ宅ケ試験が簡単だった時代ですよこんな問題が出てます例えば1981年、えー、売買契約は書面によらなければならない丸か罰かどうですか売買契約は書面によらなければならない丸か罰か、うん、罰でいいですね罰でいいですねこうやって問題が出てるんですでこの一つ一つについて皆さんは丸なのか罰なのかというふうに 識別できるるよよううににしてていいけけば点数が取れるようになっていくわけですよねですのでまず皆さん本日の段階ではこの合格切符値まあ今の問題は1981年で出た問題ですからなかなか今の脱研試験でじゃあこれが出るかっていうとなかなかこれは出ないだろうなとは思いますがはいですがこの考え方これがこれから重要になっていきます。 で実はですねこの権利関係って試験に出る出ないだけの視点ではなくて考え方っていうものを身につけておかないと勉強が進んでいきません。ですのでどういうふうに考えていくのかというところもこの講座の中ではやっていきたいと思います。そししてててこの講座でっっっかりり14点点中9点取れるようになって権利関係がっちり固めて で業方の方へとまあ、移っていきたいというふうに思うわけでございますまあ、20分って本当に短いものでもう,もうこれで20分ですからねはい。次回はですね詐欺脅迫そちらの方へと進んでいきたいと思いますではですね、えー、一旦ここで、えー、第1回目の講義はこれにて終了したいと思いますまたお会いいたしましょうまた次回頑張っていきましょうそれでは、えー、今回はこの辺で終了です皆さんお疲れ様でした